お父さんへ。今日私は正春さんとめでたく結婚式を迎えることができました。お母さんを早くに亡くして男で一つで私を育ててくれたお父さんへの私の思いを語らせていただきたいと思います。こんな手紙一枚ではお父さんへの思いは語り尽くせませんが、できる限り私の思いをこの手紙に載せました。私の26年間の人生でお父さんとの間にはたくさんの思い出ができました。私の給食費をパチンコに使ったお父さん、授業参観で同級生のお母さんをナンパしてビンタされたお父さん、無職なのにフリーターを下に見てたお父さん、街で中学生に喧嘩を売って普通に負けて土下座させられたお父さん。お父さんとの思い出を振り返ると感謝の言葉はほぼ出てきませんが、ヘドならいくらでも出てきます。昔はそんなお父さんが大嫌いでよく親子喧嘩をしましたね。そんなある日、お父さんは誰に食わしてもらってると思ってるんだと言いましたね。その時私はこう答えました。生活保護に食わせてもらってるんだよ、日本国民に食わせてもらってるんだよ。その時のお父さんの何とも言えない顔は今思い出しても笑えます。あの顔を思い出しながら白米何杯でもいけます。試してみたら3杯半いけました。そんなお父さんでもたまには父親らしいことをしたいのか、私に人生で大事なことを教えようとしてくれました。職務質問の交わし方、パドックでの調子のいい馬の見分け方、お金を貸してくれそうな人の見分け方、パチンコ屋を出禁になりそうになった時の土下座の仕方、完全に正しい相手を悪者にできる逆ギレの仕方、どれもこれも今の私には全く役に立たない知識です。お父さんから学んだことは一つもありません。自分で言うのもなんですが、このお父さんの娘なのにグレずに育った私は本当に立派だと思います。お父さんは働いてないくせにいつも家にいなくて、お父さんとの楽しい思い出はほぼありませんでした。でも小学生だったある夏の日、珍しくお父さんが私を海に連れて行ってくれました。初めてお父さんと行った海はとても楽しくて、日が暮れるまでお父さんと一緒に遊びました。その時お父さんに撮ってもらったたくさんの写真はずっと私の中で大事な思い出でした。宝物でした。でも高校生のある日、お父さんはその時の私の水着写真をネットで販売してたことを知りました。なんだか逆に腑に落ちて安心しました。やっぱりこいつクズだったんだなって。お父さんへの恨みつらみは語り出したらキリがありません。直接お父さんに積年の恨みを伝えてやりたいです。ですがもちろんお父さんは今日この場にはいません。娘の結婚式、何それ美味しいのっていう感じの父です。料理が出るので美味しいは美味しいんですけどね。どうせご祝儀も払わないんだから、ただ飯食えるチャンスだったのに、ざまあみろです。そんなお父さんですが、唯一感謝していることがあります。それは正春さんとの出会いです。お父さんはしょっちゅう警察のお世話になっていました。その度に私は警察署までお父さんを迎えに行っていました。その時に警察官である正春さんと出会ったんです。正春さんは実の娘である私でさえ呆れて愛想を尽かすような、文句のつけようがないほどろくでなしで人でなしで解消なしのお父さんにさえすごく誠意を持って対応されていました。救いようのないお父さんをなんとか救おうといつも必死に、もうこんなことはやめなさいと説得をしていました。就職口を紹介したりもしていました。そんな信じられないほど優しくて魅力的な正春さんのことを私はすぐに好きになりました。正春さんも文句を言いながらもいつもお父さんを迎えに行き、警察の方やお父さんがご迷惑をかけた方々に謝罪をして、なんとかお父さんを許してもらおうとする私の姿を見て好きになったと言っていました。私は正春さんはこの世界で一番素敵な男性だと思っています。正春さんと出会えたのは奇跡だと思っています。そして出会いのきっかけは間違いなくお父さんでした。もしお父さんがこの場にいたら、調子に乗るからこんな言葉は言いたくなかったのですが、今日この場にお父さんはいません。なので生まれて初めてこの言葉を口にしようと思います。天国のお父さんへ。
本当にダメなお父さんだったけど、憎みきれないお茶目さがあって、最後にはみんなが許しちゃうところが、いつもずるいと思っていたよ。本当にお父さんのことが嫌いだったら、とっくに家出していたよ。興味ないふりをして、本当は結婚式を楽しみにしてたのは分かってたよ。旅立つ直前に、私の名前を呼んでくれて嬉しかったよ。お父さんのおかげで、正春さんと出会えて、正春さんと結婚できたよ。お父さんのおかげで幸せになれたよ。お父さん、ありがとう。